吉海修一は、日本の法務官僚、裁判官、検察官、弁護士。法務省民事局担当審議官、法務省人権擁護局長などを経て、東京高等裁判所長官を最後に、定年退官し、退官後は、TMI 総合法律事務所顧問弁護士や、国土交通省中央建設工事紛争審査会、会長などを務める。福岡県出身。 福岡県立周遊館高等学校を経て、1971年、九州大学法学部を卒業後、司法修習生を経て、1973年に、東京地方裁判所判事部任官。裁判官任官後は、法務省大臣官房商務部付け検事、法務省商務局付け検事を経て、1980年から、行政官短期在外研究員として、西ドイツに留学。 1982年4月横浜地方裁判所判事九1983年4月度判事。1985年裁判所初期官研修所協九1988年法務省民事局第5課長。検事。1990年4月法務省民事局第4課長。1992年4月法務省民事局参事官。1994年。 東京高等裁判所、判事、1996年9月、東京地方裁判所部総括判事、1997年9月法務大臣、官房審議官、検事と東京高等裁判所、東京地方裁判所、法務省などで勤務。1999年、東京地方裁判所部総括判事に就任。2001年、法務省に出向し、 同省人権擁護局長、検事。2005年に裁判所に復帰し、静岡地方裁判所所長、東京高等裁判所部総括判事、横浜地方裁判所所長、東京地方裁判所所長を歴任。2011年5月10日、高等裁判所長官に任命され、大阪高等裁判所長官に就任。2012年3月27日、 東京高等裁判所長官に就任した。2013年3月7日、定年退官。同年9月東京弁護士会に登録し、TMI 総合法律事務所顧問弁護士及び、内閣官房放送要請制度改革顧問会議、顧問就任。同年月国土交通省中央建設工事、紛争審査会特別委員就任。2014年7月内閣。 官房放送要請制度改革顧問会議、座長代理就任。同年10月に本司法書士会連合会、司法書士要請制度検討会検討委員就任。2015年4月東京弁護士開催版官の職務情報提供推進委員会委員就任。2016年丸紅株式会社監査役、国土交通省中央建設工事紛争審査会、会長。 2017年東京都情報公開審査会委員、東京都個人情報保護審査会会長代理、株式会社商工組合中央金庫監査役。2018年秋の叙勲で、随法、茂光明受賞。2019年一般財団法人法送会、評議員。2020年川崎市差別防止対策等審査会、会長。ありがとうございます。